佐世保市政だより、キラッと佐世保。皆さんこんにちは、佐世保市長の友永です。レポーターの諸岡直子です。今回は今こそ地産地消、佐世保の特産品についてお送りします。さて市長、佐世保は観光地として有名ですが、海と大地に恵まれた食の宝庫でもありますよね。そうなんです。世界で最も美しい湾、九十九島の海では一年中新鮮な魚介類を堪能することができ、これからの季節は恵みアジやトラフグ、タリオの赤マテ貝、九十九島牡蠣などおすすめです。それにマダイやハマチも生きがよくてプリプリっとした食感がたまらないですよね。さて、魚とくれば次はお肉。佐世保生まれ佐世保育ちの長崎和牛も絶品ですよ。長崎和牛は綺麗な赤身とまろやかな味わいの脂身が絶妙で、肉質も柔らかくジューシーですよね。佐世保の大自然の中で愛情たっぷり育てられた長崎和牛は本市が誇るオンリーワンの産品ですので、こちらもぜひ召し上がっていただきたいですね。特産品といえばセチバル茶も欠かせませんね。はい、セチバル茶は爽やかな香りと濃厚な旨味が特徴で、今の時期は水出しでも美味しく召し上がれます。これからの時期は味が濃くとっても甘い西海みかんもおすすめですね。他にも農業の分野では花の栽培にも力を入れています。菊やカーネーション、バラのほか、本市独自の技術で生産日本一を誇るアスチューベなどがあり、全国へ出荷しています。お花を見ていると心が癒され元気な気持ちになれますよね。そうですね、皆さんのご家庭や職場などに飾っていただき、コロナ疲れをリフレッシュしましょう。こうして振り返ると佐世保にはいろんな特産品があって、どれも生産者の皆さんのこだわりが詰まったものばかりですね。そうなんです。新型コロナウイルス感染症によって大きな影響を受けている今こそ、皆さんに地元の特産品を購入していただき、その魅力を楽しんでいただきたいと思います。本市では今月と来月に佐世保の特産品を集めたイベントを開催します。ぜひ皆さんに足を運んでいただき、地元のものを地元で消費する地産地消にご理解とご協力をよろしくお願いします。佐世保でイングリッシュ。 Hello everyone, I am Naoko. I'm Emily, nice to meet you. Today we came to This rock looks like glasses. Yes, it's called Megane Iwa. Look like でまるで何々のようだという意味になるんですよ。ぜひ使ってみてくださいね。See you! 今回のキラッと佐世保はいかがでしたか？番組の感想を送っていただいた方の中から長崎和牛を抽選で3名様に差し上げます。番組へのご感想などをはがきか E メールに書いてご覧の宛先までご応募ください。またこの番組をもう一度ご覧になりたい方はキラッと佐世保で検索してください。お待ちしてます。